噛み込め清潔に。天正10年、長宗我部元親は四国統一を目前にしていた。時同じく織田信長が西方攻略に乗り出した。中国へは羽柴秀吉の援軍に明智光秀を派遣。光秀も京へ軍を返すことなく西へ向かう。四国へは息子信孝に長宗我部討伐を命じた。対して元親は紀伊雑賀州の雑賀孫石と連携、大阪湾に信孝の軍を破る。宿先本能寺でこれを聞いた信長は激怒。自ら大軍を率い長宗我部軍を圧倒。元親は最終防衛戦の小島に追い詰められた。さらに光秀の援軍を得た秀吉が中国寺で毛利を破り大返しに四国へと向かう。ここに元親は最大の危機を迎えた。上等鳥なき島のコウモリが牙で刻みつけてやる。外伝信長四国征伐、抗うぜ清潔に。秀吉様が大筒砦より砲撃、敵援軍の接近を制し、美濃三人衆の方々が敵本陣を制圧する寸前です。この島で四国は手に入れたのです。いざ尋常に勝負。その反骨心で時代の流れにどこまで逆の気だ。どこまでも俺が俺である。いざ尋常に勝負。待て、敵の戦意を封じ込んだ。敵の味方の援軍到着を阻む。あの砲撃を止めてやるだけだ。してまえる。絶滅の連鎖した。おお、やりまするな。逃げるが勝ちや。最後に勝ていい。この数こんだけ出たぞ。これは弾んでくれよ。敵武将撃破した。次にやるぞ。これで味方の援軍が来る。島にもコウモリが出る。この偽りの旗はもうやべえな。敵がどんどん消えられる。
の鎮魂か奏でよう。聖絶にな。いざ戦わん。久々に良い武士の骨董を見た。我が首、見事取ってみよ。名のある武士と見受けいたせ。南東の敵陣から潮のように敵が押し寄せ、船で回り込んで封鎖しまえば別領家になる。俺がやってやるぜ。してまいる。いざ戦わん。信長の満々たる軍、これが俺の最後の戦だろうな。よほど天に愛されなければ生き残れない。ならば元親様は生き延びられるでしょう。ご自身さえ望まば天に愛される器をお持ちです。この宿命、
花形様に謀反しても止めんとしたのだ。そう、これは死を撃つなよ。あのアルゴシカを受け入れ、押して参る、押して参る。いざ尋常に勝負、押して参る。いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。撃破しよう、撃破した。おお、やりまするな。敵武将、撃破した。お見事でございます。敵武将、撃破した。おお、やりまするな。本社の敵が至急救援を。援軍感謝いたす。敵武将、撃破した。何気にやる。敵武将、撃破した。何気にやるね。敵武将、撃破した。ございますな。敵武将、撃破した。敵武将、撃破した。敵の鎮魂たちからでよ、静舌にな。
虎の子の鉄鋼戦、これ以上沈めさせません。こそは鈍らせてみせましょう。
貧困か奏でよ伝説にな。敵の背後に回るぜ。してもステキだ。信長、コウモリの牙、味わってもらおう。してまいる。敵武将、撃破した。もう、やりまするな。敵武将、撃破した。ありげにやるね。もうやりませんな。
敵武将撃破した。何気にやるね。対戦が楽しみなもののふよの。何千、何万、たとえ何億でも、信長様の前に立ち塞がる者は、切って捨てる。冷徹な覚悟。敵武将、撃破した。ありがとうございます。あなたに送る超絶になる。敵武将撃破した。何気にやるな。借りは必ず返しますよ。敵の鎮魂か奏でよ。冷徹にな。神族とは。敵武将撃破した。今日は散り添えた。だが明日はどうなるかわからん。幾度時代が大波となって押し寄せようと
俺は抗い続けよう。たとえ影すら失おう。影すら失いし声の叫び聞こえるか。